西浜、西浜、西浜は、沖縄県八重山郡竹富町の波照間島北部に、ある海岸である。西浜の、西とは、八重山方言で、北の意味であり、島の北部にあることから名付けられた。しかし、西が、西と混同されて、西浜と表記されることもある。なお、西浜の南側に隣接して、平浜があるが、平は、南を意味し、漢字では、南浜と書く。 竹富町の指定海水浴場ではなく、監視委員も配置されていない。2019年5月11日には、公益社団法人流球水難救済会の、ハテルマ救難所が開所している。シャワー、トイレ、ベンチはあるが、売店はない。トリップアドバイザーによる2020年の日本人に人気の水辺ランキングビーチ編で7位に選ばれている。また、 同社による日本のベストビーチトップ10では2019年には6位、2018年には3位、2017年には1位であった。2016年の日本のベストビーチランキング、2015年の世界のベストビーチ国内ランキングではそれぞれ2位、2014年の世界のベストビーチ国内ランキングでは4位に選ばれている。観光客の増加等に伴い、 水難事故が増加している。主なものは以下の通り。また、2000年には旅行者の女性が、当該出身の男性に、西浜の広域室で殺害される事件が発生している。ありがとうございます。